池谷みのりゆうアナバレンタインデーのチョコレートに、宝塚衣装のコスプレ写真まさかの高額費用に、周囲も苦笑い。テレビ東京の池谷みのりゆうアナウンサー、27、が、9日放送のテレビ東京、伊集院光&佐久間信行の勝手に、テレ東批評、土曜前 11.03 に出演。約10万円かけたコスプレ写真をバレンタインデーのチョコレートに使用したことを明かした。テレビプロデューサーの佐久間信行氏がテレビ東京系タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって、木曜あと 6.25 の番組内で紹介された商品のお取り寄せサイトができたことを紹介した。その流れで共演する伊集院光が、この番組は何かマネタイズできないの？と質問。佐久間氏は、池谷アナがバレンタインのチョコをくれたんですけど。と、スタッフからチョコレートを受け取ると、宝塚の衣装にコスプレした写真をチョコレートに載せて、俺たちにプレゼントした。これを番組グッズにすればと実物を披露しながら話した。佐久間氏は、いくらで自腹でコスプレしたんだっけ？と質問。池谷アナは、6万です。しかも、一人でちゃんと、兵庫、宝塚まで新幹線に乗って行ったので10万くらい、かかったと明かすと、周囲も苦笑いを浮かべていた。池谷アナは、バレンタインデーのチョコレートに、自身のコスプレ写真を使った理由について、使うところがなくて、10万払ったはいいものの、ちょうどいいやと思ってと説明した。